ええ、UFO の中での宇宙人の娯楽はレーザーアクティブというマシンなんです。綺麗な絵と自在に遊べるところが驚きでした。すごい臨場感のシューティングゲームにサウンドまで 3D の立体映像、その上 LD や CD まで楽しめるんです。ロング氏が持ち帰った感動と興奮をパイオニアはそのまま再現、未体験と遊ぶ、それがレーザーアクティブ。私の体験ビデオ差し上げます。パイオニア。船で生活する水上生活者は江戸時代からいた、マルかバツか。口ほどにもないやつ。その波に揺れる船が一艘あります。どんな船ですか？どんな船か、それはつまりちょっと言いにくいが、何時の何はどんなだと聞いているのだ。すべては夢に過ぎないのかもしれぬ。すべては夢。それでもそなたは夢を信じて旅立つのか。すいません、ちょっと見せてください。え、他人のパイ見ちゃいけないんですか？あ、ごめんなさい。やっぱり強いですね。この子はひとみちゃんといってな、ピチピチの可愛い娘だったわい。トレマイオス朝時代の終わりに即位し、古代エジプトと運命を共にしたのが女王クレオパトラである。もしクレオパトラの鼻がもう少し低かったら歴史は変わっていたのかもしれないとまで言われた女王クレオパトラは、
Any news today? I brought a new detective who's joined the investigation. Really? J.B. Harold, Liberty Town Police Department. Liberty Town? Catherine White was a fellow detective there.向かいのアパートに住んでいる男よ。警察には言わなかったけど、あの男いつも私たちの部屋を覗いていたみたいだった。君が悪いわ。音を真似る能力もあります。例えば他の動物の鳴き声に反応してすぐに真似をしてしまうのです。これは餌を探しているところです。このような暗闇の世界でイルカたちはどうやって魚を見つけるのでしょうか。
era una passione della Sky, ma ancora tornata.